チャンスの時はみんなで楽しもうぜ、ピンチになったらみんなで大爆笑しようぜって話です。集中集中、心今ここに。松任谷由実さんの優しさに包まれたが、目に映る全てのようなメッセージ、歌知ってます？小さい頃は神様がいて、こうやってね、目に映る全てはメッセージ。なので出会いもそうだけど、出来事もそうだけど、みんな多分メッセージなんですよね。この80数年という期間の中での喜怒哀楽を味わうために全てがメッセージ。そこをぼーっと見てるのか、あ、全部なんか意味があるんだなってアンテナを立てるだけで人生濃く生きるのか薄く生きるのかありますよねって。ピンチも多分メッセージですよね。人生をどう味わうかのメッセージだね。で、甲子園チーム、ね、高校野球の子たちも、彼らによく言うのが、チャンスの時はみんなで楽しもうぜ、ピンチになったらみんなで大爆笑しようぜって話をした。俺らはこのピンチを、ね、大爆笑して、大人になっても必ずピンチ、チャンスある。この野球を通じて、このピンチを乗り越えたら、俺らは大人になってもいい人生を歩めるぞっていう話をいつも彼らにするんですね。そうすると、僕が指導しているチームは、ピンチになったらニヤって笑うんですね。で、残念ながらピンチにならないとスイッチ入らないと思うんですけど、っていう指導をいくつかさせてもらってます。